ねえねえケンチン、どら焼きなくなっちゃった。お前名前は？そっか、タケミッチ。お前本当に中学生？タケミッチ、今日から俺の立ちな。お前がこれの主催？誰だお前。さて帰ろっかケンチン。喧嘩賭博とかくだらない。タケミッチまたね。おいたいた、遊ぼうよタケミッチ。いいじゃん、ぶっ飛ばしに行こうよ。今日暇だろ、ちょっと付き合うよ。そんなに緊張しなくても。じゃあ行こっか。ああせっかくダチになれると思ったのに残念。さてどうやって死にて。ん？は？知らねえよなんてね。バカだなタケミッチ、女に手出すわけねえじゃん。いいよ別に。すげえビンタだったな。好きなやつのために頑張るのはいいけど無茶しちゃダメ。相手が相手なら大変なことになっちゃうよ。バイバイ、今度は叩かないでね。いい子じゃん、めったにいねえよあんな子。大事にしてやれよ。ん？くったらねえ質問。俺10個上の兄貴がいてさ、死んじまったんだけどね。無鉄砲な人でさ、自分より全然強えやつにも平気で喧嘩挑んじゃうの。タケミッチ兄貴に似てる。確かにタケミッチみたくダサくねえな。今って不良がダセって言われる時代だろ。兄貴の時代はさ、この辺りにもすっげえ数の暴走族がいてさ、その辺を直感コール鳴らして走ってた。みんな肩肘張ってさ、喧嘩ばっかして、でも自分のケツは自分で拭いて。そんな奴らがなんでダセんだ。だから俺が不良の時代を作ってやる。お前もついてこい。俺はお前が気に入った花垣タケミチ。よう竹道、悪いな急に呼び出して。今日集まったのはメビウスの件だ。うちとぶつかりゃでかい構想になる。じゃあみんなの意見を聞かせてくれ。どうするパー、やる？んなこと聞いてねえよ。やんの？だよな。こん中にパーのダチやられてんのに迷惑だって思ってるやついる？パーのダチやられてんのに気負ってるやついる？いねえよな。メビウス潰すぞ。8月3日武蔵祭りが決戦だ。なんだよこれ、もう一生許さねえ。旗が立ってねえじゃん。俺はお子様セットの旗にテンション上がるの。さすがケンチン。こんなとこになんのような。誰？頭なんか下げんなよケンチン、俺ら悪くねえし。てか何八つ当たりしてんのこのおっさん。どうさ、誰に向かって口聞いてんの。何すんだおい。はケンチンは優しいな。ごめんケンチン、俺ケンチンが隣にいてくれてよかった。ああなんか腹減っちゃったな。寝たら腹減るんだよ。じゃあな。あ何ね、四十八手って何個かかぶってるよな。どう見ても四十いかねえんだよ。どう思う？うんそうだよ。何？は？いいよ、お前の頼みだから聞いてやる。学校に荷物置いてくる。群れてしか行動できない奴らが何のよう。俺が七章のマイキー様だ。お前四章のドラケンだろ。お前みたいにかっけえ奴がさ、なんであんなカスタムとつるんでんの。俺の友達になれケンチン。どうしたタケミッチ。は？タケミッチ、お前の話は分かった。メビウスとやる。お前は何も分かってねえ。俺がやるって決めた以上、東満はメビウスとやるんだよ。あ？ケンチン、お前東満に盾つくの？そういう話で。厨房相手にこの人数で奇襲、イメージ通りのクソ野郎だね。幼い君、竹道、黙って見てろ。これはパーの喧嘩だ。へー！黙って見とけっつったよな。なんで？まだ諦めてねえじゃん。何言ってんのパーチン、お前負けてねえよ。パーチンが負けたと思ってるやつ全員出てこい。俺が殺す。東満は俺のもんだ。俺が後ろにいる限り誰も負けねえんだよ。ごめんケンチン、やっちゃった。逃げぞタケミッチ。パー、お前逃げるぞパー。ふざけんなパー、一緒に来いタケミッチ。あ？てめえなんでここいんだよ。俺はタケミッチのお見舞いだよ。あ？タケミッチは俺のダチだし、お前関係ねえじゃん。
な、タケミッチ。どけよ、デクノボ。通れねえよ。ここで決着つけるか。大丈夫か、タケミッチ。タケミッチ、あのさ、さっきからずっと頭にうんこついてるよ。だってすげえ真剣なんだもん。いけろケンチン、うんこが来んぞ。久しぶりに笑った。俺の方こそごめん。でも正しいのはケンチンだ。パーは自首したんだもんな。パーが出てきたらいっぱいお祝いしような。俺も入れて。エマうるさい。なるほどね。俺を別のとこ呼び出したのはケンチンを襲うためね。俺のせいにして傲慢真っ二つに割っちまおうと。これはお前のやり方じゃねえ。誰にそそのかされた。誰、お前が裏でネチネチしてるキモいやつ。お前ら。そうだなケンチン、行くぞーらなんでケンチン襲った。俺とケンチンが和解したのは知ってたろ。ケビウスまで使って汚ねえ真似してんじゃねえぞ。パーの話はもう終わりだ。俺を見ろ、笑ってるか。パーチンが捕まって笑ってるかよ。つれえよ。俺とケンチンが争ってトーマンがバラバラになるのは悲しいってタケミッチがそう言ってた。みんなが争っちまうって。俺はそんなこと考えてなかった。気が済むまで俺を殴れベイアン。俺はお前と争いたくないんだ。それで全部チャラにして戻ってこいベイアン。どうしたタケミッチ。どうせ、ボーンってバカ。ハンマー、ケンチンを頼む。うっせえ、早く死ね。みんなうるせえよ。病院なんだから静かにしろ。待合室どこ。ケンチンはさ、昔っから言ったことは絶対に守るやつなんだ。こんなとこでくたばんねえよ。そんな不義理絶対しねえ。あいつ俺と天下取るって約束したからな。だからエマ、ミツヤ、ペイアン、タケミッチ、ケンチンを信じろ。大丈夫だ。よかった、ケンチン。心配かけさせやがって。すっきりしねえ。頭のモヤモヤが消えねえ。何のためにハンマは東満の内部構想を企てた。なんで清正一派を使って殺そうとした。一番の謎はさ、内部構想のこともケンチンが狙われてることもいち早く気づき、それを止めようとしていたお前だよ。タケミッチ、お前は一体何者だ。なんだそのダセえ格好。いつもダセえけど、ま、いいや。お前のおかげでケンチン助かったわけだし、ありがとな、タケミッチ。バー。そんな驚く？中3にもなってシャンプーハットしてるやつに言われたくねえし。ウケるだろう。あの図体でシャンプー目に入るの怖いとか。ほうほう。まだちゃんと治ってねえって無理すんなよ。怖いって。何すんだ。やったなてめえ、もう撃たねえ。取れてんじゃねえぞ。どうしてけ。思い出した、うんこ。ふざけんなこら。そろそろ上がるか。タケミッチ行くぞ。新三番隊隊長任命式だ。なん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 な